発表奏者天咲ミニエル。
が撮りたいって思ってたんで、めちゃくちゃ悔しいです。私もっと、もっともっと強くなりたいです。クララは毎日毎日強くなってる。でも、もう一段階ステップアップしなきゃいけない時に来てるなって思うんだよね。サムがクララのこともっともっと強くする。クララを最強のアイドルレスラーに育てる。だからさ、タッグリーグ一緒に組もう。いい、私を組みたかった。嘘つけ。あ、クララがタンク行って。まあまあまあいいよいいよ別に。じゃあ、じゃあどうどうなるかまだ分からへんの。そうだね。まあまあ、ユニットじゃ限らないし、ね、あ、じゃあクララと組むかもしれないし。で、そう分からへん、発表次第だから分かりません。え、そこである。でも組みたいです。このね、アーティストのベルトもね、防衛戦やっていかなあかんと思うから。うん、多分さっき聞いてたの。ネオジェネシスだったら望むところだよ。相手にとって不足なしでしょ。なし。すぐやろう。すぐやろう。いつかな。いつかすぐ。いつかすぐ。わかるか。あ、沙織ちゃん。ハムさんも好きです。ハムを。第11代フューチャーオブスターダムチャンピオン天咲美優が富山にやってきました。しかも最後きっちりとメインを勝利で飾ってくれて、今回ね、富山のメインポスターネオジメの人全員乗せていただいて、こうやってメインを締めることができてね、めっちゃ嬉しいですね。はい。まあね、美優のねベルト取ったことだし、うん、私たちもシングルにとどまらずアーティストだったりタッグだったり挑戦していきたいなとね、もちろん思っております。やっぱコズエンはね、なんかネオジの意識してくれてるみたいなので、なんかライバルって言ってくれたよね。そう、ベストユニットを争うところなんじゃないかって言ってくれて、まあ、防衛戦もやる気満々だと思うんですけど、確かに、まあ、今ね5人全員でベルトを取るってことはもちろん視野に入れてますけど、でも IWGP 女子だったりとか、はい、私はワンダーオブスターダムだったりとか、やっぱりシングル狙っていくところもあるんで。確かにね。あとね、先にはね、タッグリーグがありますから。そこもまだ決まってないからね。決まってない。結局ね、ちょっとしないと。しないと。いけないんで、まあでももちろん視野に入れてるよってことを、今日は小勢に勝って宣戦布告しておきました。そしてね、次はみんなで、はい、帰ってくるときは、みんなでベルト持った状態で帰ってくるので、これからもネオジェネシスをよろしく。スターダムの歴史的合同興行が再び実現。 11.17 エディオンアリーナ大阪、ヒストリッククロスオーバー 2。絆を強めた両団体、今年はどんな化学反応を起こすのか。チケット絶賛発売中。